サッカーフィリピン代表はフィリピンサッカー連盟によって編成されるサッカーのナショナルチームである。アジアサッカー連盟及びアセアンサッカー連盟に所属する。愛称のアズカルスはタガログ語で雑誌の夜景を意味する。二つのスタジアムがホームスタジアムとなっている。1917年に東京で開催された第3回極東選手権において 元 FC バルセロナのパウリノ・アルカンタラを擁するフィリピン代表チームが日本代表25-2で勝利した試合は現在もフィリピン代表の最大差勝利試合となっている。過去に FIFA フフワールドカップには出場していないが近年はニール・エザリチなど海外で生まれ育ったフィリピン系の選手を積極的に勧誘しており2010アフ・スズキカップでは初めてベスト4に入った。また AFC チャレンジカップ2 0 1二で3位になり、フィリップ・ヤング・ハズバンドが6得点で、同大会得点王を獲得。AFC チャレンジカップ2014で準優勝した。2018年3月27日、出場枠が前回大会の16から24にへと、増加した AFC アジアカップ2019年大会3次予選の最終節で、タジキスタン2一と逆転勝利し、 グループ FC で初のアジアカップ出場を決めた。また、3次予選に限っては6試合で3勝3分と無敗だった。GKDFMFFW。ありがとうございます。